ドクマルドライブ秋のハイテンションアッセンブルウィーク、マシンガンズと岡田ロビー翔子とアップアップガールズかっこかりの佐保あかりがお送りしています。ドクマルドライブアッセンブル、さあ時刻は8時を回りました。東京麻布台ラジオ日本第一スタジオから生放送でお送りします、ロクマルドライブ秋のハイテンションアッセンブルウィーク。改めましてこんばんは、マシンガンズの滝沢秀一です。マシンガンズ西尾亮です。ラジオで沖岡です。プガールズ各係の佐保あかりです。デジャバったな。いいじゃないですか、デジャバらしてくださいよちょっとぐらいそういう仕事だしなほら、ね、これタイムフリーで、ね、後日聞いてる方もいるかなっていう心遣いが、あの台本に現れていたので、その台本を読んだってことね。なるほど、子供の頃からデジャバリなの。ねえ、やめてください、私デジャバリですよそういうもんだから。よかったです、大体そうだよ人間はそうなんだよ。 なんで私突然なんかエナジードリンクが今頑張れってことです。菅さんとやった後、うん、本当に頭痛が止まんなかったんですよ。言ってたよね、頭痛いってね。そうだから、多分だからこれが来たんだと思います。翼をね、あと1時間翼を授かったんだと思います。今そんな悪口言われたし。そうか、ちなみに10年前さ、今飲むのね、うん、はい、何ですか10年前。あのニュースのさ、あの辻さんってのいたんだけど、はい、あのロビンちゃんがなんか発売の DVD かなんかの司会やってたらしいよ、辻さんが。うん、へー、そう、そう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 、10年ぐらい前。あの写真集のやつですか。写真集なのかな、うん、なんかイベントっつってたよ、一人。挨拶行かなきゃ。10年ぐらい前、そう、ロビンちゃんがまだ若かった頃って言ってたよ。10年前って17歳ぐらいだろ。17歳ぐらいです。私、ね、写真集出したの18ぐらいだったね。あ、じゃあそのぐらいだよ。もう10年は行かないけどみたいなこと言ってたよ。本当ですか。その時司会してたんだって。ね、縁があるもんね。すごいな。本当ですね、長く続けるもんですね。そうだね。どういうこと。何、いやなんか最近多いんですよ。昨日来たあのゲストの方のマネージャーさんではないけど、うん、プロモーターの方かな、うん、あのロビンちゃんが昔やってたって言って、それも10年以上前のか、ね、私の話はもう大丈夫です。なんで急に控えまでだったの。なんかいや多分今デシャバイって思えてんだろうなと引いたんですよ。西織が作りとやるからな。そうなんですよ、怖いな、大人って怖いな。子供の頃からデシャバイだったからね。悪口ですか、何ですか。もう親御さんもデシャバイなの。やめなさい。うちの親はデシャバイです。デシャバイなの。おしゃべり大好き。お父さんとお母さんどっちの方が。どっちの方が。お母さんの方がめちゃくちゃ喋れば、すっごい喋れます。だから土屋さんとかライブ会場で会うと、うん、もういつも土屋さんがうちにやれば、親公認じゃん。もう、そうなの。親公認ってどういうことですか。意味わかんない。土屋とお母さんキスしてんじゃないの。お前さ、それやめろよ。昔ね、長谷川玲香ちゃんってパーソナリティだの、はい、そう、長谷川玲香ちゃんのライブをね、お母さんが見に来ると滝沢が放送でさ、キスしていいかっていう。そう、それお母さんに伝ったらしくてさ、ライブの当日お母さんビクビクしてんだよ。シャネやつはキスしてくんじゃねえかと思って。いやでもなんかお母さんまんざらでもなさそうだっつってよ。綺麗になったっつってよ。が出たとかそういう話じゃないですから、ね、その後も私西堀さんに言われてましたからね。あ、そうだよ、私ロビンちゃんだけで引いたんです。そりゃそうだよ、だっておじさんがキスしようとしてんだから。そうですよ、そりゃそうだよ、おっかねえよ。びっくり、おっかないなと思って。だって殺すって言われたもんね。覚えてるよ。後にも先にも本気で殺すあれだけだったよ。まあそりゃそうだろう。で、殺すって言われてからね、やっぱり性に執着が出てきたね。生きてやるぞって。じゃあなんか今怒号聞こえたな。メルケン怒号が怒号。いやびっくりした。いやよかったなと思って。そうだね、違う方のせいだと思ったからもうドキッとしたのよ。やべえやつなのかなと思って。まあいいや、うん、うん、やめとこう、やめとこう、ね、どうしますか、どう思いますか、サホさん。はい、サホさんどう思いますか。振らないでください。サホちゃんに振らないでください。なんで同じブースにいるのに振らないでくださいって。振っちゃうよ。覆すじゃん。振っちゃうよ。ついつい振っちゃうよ。じゃあサホさんはロビンちゃんのお母さんと、滝沢と西織だったら、あのロビンちゃんのお母さんとどっちにキスしてほしい。ロビンちゃんのお母さんと滝沢か西織、どっちか選ばなきゃいけないの。サホちゃん的にはどっちがいい。サホちゃん考えてるよ。ねえ、サホちゃん考えてくれてるよ。ね、西織さん。あ、なんで負けた。なんで負けた。ちょっと待って、これ何、これ。お前どういう気持ち今。どういう気持ち。いいよ、服なんかぐちゃぐちゃしてる。感情がなんかよくわからない。ね、やめてください。ああ本当に何の質問してるの。ちょっとおふざけやめよう、うん、ちゃんとしてください。今日は8時15分頃からはエンタメトライブ、はい。